うわ、なんかこれ全部なんか雷のマークついとる。今この武器を使ったらあなた死にますよっていうことかな。おお、あの辺なんかガーディアンのやついっぱいあるんやけど、動き出すんかなあれ。それともただの残骸なんやろうか。じゃなかったら怖いよね、だいぶ。あの人すげえ進んでいきよる。ってことは大丈夫ってことかな。じゃないとすげえ勇者や。あ、全然、あ、調べる。古代のバネ。え、なになんかゲットできるんやけど。で、こうやってさ、調子に乗って、駅寄ったらなんか生き残りがおったりとかしてね。まあでも一応、いろいろ手に入れられるみたいやけん。手に入れられるんなら、あれ調べるボタンなくなったんだけど。なぜ？あの人なんか超観察しよりやん。ん？今一瞬調べる出たね。調べれるとこと調べれないところがある。まあ、なんかここら辺から色々とゲットできるらしい。あれボコブリンだな。ガーディアンの残骸を守ってるのか？うわ、びっくりした。なんだお前マジ。へいへい。吹き飛ばし。オクタ風船。この辺なんか、何もない。道沿いに行ったらなんかあるかな。今にも動き出しそうなガーディアンだな。でもこういうのいっぱい集めとったらさ、あれじゃない？またなんか、役立つんじゃない？なんもなかった。だって、なんかこの辺の欲しがっとんやろ？研究者の方々は。なんか意外とサクサクとどこかしらに進んでいきよるみたいやけど。これ帰っていきよんやない？え、これ帰っていきよんやない？なんかそんな感じするよね。かかりこ村方面に向かってますよね、これ確実に。ポコブリンが寝てるよ。ってことは、なんか別の。何？なんかブシって音がしたけど。またこういうさ、崖を登っていったら、別の道に、あれかかりこ村へ続く橋かなんかやろ。この大きくした時にさ、あの、道筋の、道筋の印が出てこないのは一体何事なの？よいしょ。よっ。ん？何あれ？あ、55だけかなんかかな？普通に。なんかあれよね、移動が何でもありな感じよね、このゲーム。なんかパラセールでさ、飛び回るしさ。これ意外と近いんじゃない？近くないんかな？この崖はさすがに登っていけなさそうな気がするね。なんかその辺でさ、登っていけそうなところはなんかないっすか？大丈夫よ、もう鳥たちは狙っていないから、私。このさっきの果ての砦っていうとこ行ったことなかったような気がしたんやけどさ、行ったことあったんかな。このまま行ったらかかりこ村にたどり、このまま行ったらかかりこ村にたどり着くぞ。え、なんかだいぶ歩いてきたね。だいぶ歩いてきすぎじゃね。なんかさ、もうどの方向なんだか全くわからんねえけどさ。ね。どの方向なんだか全くわからんねえけど。さゆ玉の祠。ちょっと祠に飛んでみていい？私、あの果ての砦越えてきたんかな？
私の記憶力が相変わらず悪いだけだろうか。いまいちわからんのだよね。とりあえずここまで飛んできてみたはいいものの、あっちの、あっち側のさ、どれ？これか。双子山の塔、ちょっと双子山の塔に飛んで、なるべくあの四神獣に近いところに行きたいよね。さあ、双子山の塔まで帰ってきた。試練の祠を感知。なんか近くに試練の祠があるっぽいけど。試練の祠があるっぽいけど。あ、なんかあっちの方に、塔、おぉ、びっくりした。どこのやつが一番近いんかがよくわからんよね。撮影した。バシリャコの祠。なんか、この辺に村ありますよ、みたいなの書いとってくれんかな。なんか、この辺とかゾーラっぽくない？違うんかな。なんかもうちょっときっちりさ、きっちりきっちり表示してくれないかしらって思うんやけど。あの方向、あの方向になんか塔があるぞ。かかりこ村の方向かな。太郎二妃の祠。ちょっとワープしまくるけど。これで、多分ここがかかりこ村のとこよね。んでさ、ほら、あっこに塔があるんよ、あれ。あの塔をちょっと目指していこうかな。とりあえず。なんか、すごい遠くに見えるけど、ん？あれは、あっこになんか、祠があるぞ。とりあえずあの祠目指そうか。ね、あっこ。祠いっぱいある。え、塔もいっぱいある。え、なんかめっちゃいっぱいあるんやけど。え、なんかめっちゃいっぱいあるんやけど、あそこの塔が一番近いかな。じゃ、とりあえずそこの祠に行って、その後、うわ、祠もいっぱいあるな。とりあえずちょっと、見える場所全部、ピン打っとこう。はい、ピン。そして、あっこの塔も、よいしょ。よいしょ。はい、塔ね。あれも塔よね、多分。塔を、多分一番近いのはこの塔。ふんふん。うわ、なんか、マップピンありすぎてわけわからんくなってきた。これ逆風じゃね？なんかすげえ遅いような気がするんだけど。試練の祠を感知、分かってるよ、目に見えてるよ。超風強い。正面からめっちゃ風吹いてくる。何ここ、なんか超水だらけなんだけど。こんなとこ来てないね。え、なに雷？危なくない？大丈夫？待って、なんかおるんや。え、怖っ。ダタクスの祠。はいいんだけど。ね、なんかめっちゃ雷。ね、私すげえ雷。うえぇ、なに死にました。雷に撃たれて死にましたけど。どういうこと？リトライ。当然ながら。なんなの？雷。雨が降って雷が鳴ってる時に武器を振り回しちゃダメってこと？何それ、敵と戦えないじゃないか。何走り回ってる、なんか。なんか走り回りよる。あれ、コログの妖精じゃね？
絶対そうやろ。ほら、来た来た。うわ、見つかった。またねー。あんな空中からでも見つけられる。錆びた剣。ここ何、すげえ滅びた場所あるけど。あ、宝箱あるやん。兵士の剣。かつてハイラル城を守る兵士が使っていた剣。魔物と渡り合うことができる切れ味を持つ。金属の刀身は耐久力にも優れている。ここは雨風がしのげる剣。ってことかな。とりあえず、他の。うわ、なんかこれ全部なんか雷のマークついとる。今この武器を使ったらあなた死にますよっていうことかな。絶対そうやろ。怖。ちょっとハンマー。違う。ちょっとあのハンマーを、よいしょ。そして、兵士の剣ゲットー。うわぁ。恐ろしい。ほらほら、今あの武器使っちゃダメなんだ。うお。今あの武器を使ったら多分死ぬんだな。え、この場所、怖っ。この場所さ、あの、ずっと雷鳴りよるわけじゃないよね。なんかすごい湿地帯やけんさ、ずっとあるんじゃないかと思ってしまうんやけど、大丈夫？ここ歩いていけるんかな？あー、怖っ。あ、歩いていけそうやね。なんかいっぱい。待って、待って、待って、待って。今私多分あれじゃね？これしばらく外をうろついちゃダメってことか。ぽいよね。リトライ。え、じゃああれだ。しばらくはもう敵とかすべて無視して、無視して、なんだ、どうすればいいんだ。あ、このたどり着きたいんだけど。たどり着けないの、これ。天気が変わるまでダメってことなの。うおお。多分、燃えてる。今一瞬燃えた、あそこ。すげえな。なんかこんな雷とか初めてじゃね？多分、天気が落ち着くまで動いちゃダメなんだね。動いたら危険なんだ。なんかどっちにしろ武器を振りかざさんでも、うおうわぁ。武器を振りかざさんでも、なんか雷に撃たれやすい武器、あなた、懐に持ってるでしょっていうことなんよね。何？早く、早く雷収まってくれないかな？じゃないとたどり着けんやん。あの井戸の中とかなんかあったりせんのかな？あー。高いところに登ってはいけない。何これ？木の弓。小型の動物を狩るために作られた木製の弓。魔物と戦うには心もとない。心もとないらしいわ。焚き火とかこの辺あってくれたらいいのにな。あ、やった。雨に移り変わった。ただの雷終わったっぽい。よし、じゃあ今のうちに渡っていけってことやね。ふう、怖いね。あんなんあるんや。超焦るわ。あ、一応あそこにさ、もう天気の移り変わり書いてるってこと？あのマップのすぐ横のやつ。じゃあもう次は晴れになりますよっていうの分かるんや。なるほどね。次の天気も分かるんやったら結構いいよね。とりあえず、強化リザルって、ちょ、早え。めっちゃ早え。びっくりした。やっつけたけどさ。こいつらさ、超早いよね、スピード。怖いよね。弱いけどさ。ふぅ、ダタクスの祠。ついたついた。つけたつけた。ん、あっちにもいるの？まあほら、とりあえず。あ、その辺なんか、左側にもおるね。いっぱいおるね、この辺。
とりあえずこの辺の祠とタワーを制覇していこう。ほい。来た。なんか浮かんどるね。祠を訪れし者よ、我は堕落す。女神ハイリアンナに置き試練を与えよう。沈んだ救い手、堕落すの祠。沈んだ救い手。あ、あれなんか、ん？あれなんかあるよね。多分、これじゃない？マグネキャッチ。だよね。なんかわからんけどよく。はい、これで、これに乗って渡っていけるとかそういうことかな。あ、違うね。沈んでいったね。あ、もしかしてこれを救っていくってこと？あれ。この周りのボールみたいなやつ。違う？そういうことやない。あれ？え、全然取れねえ。マジで？え、全然取れねえ。何あれ。とりあえず一旦これ外出しといていい？わー、なんか脳みそみたい。超動きよりしなんか気持ち悪。で、これは？これは撃てないの？あ、撃てない。なんだなんだ、わからねえ。ちょっと入ってみたりとか。一寸法師みたいじゃない？あ、あそこなんかはしごがあるね。なんだこれどうやる？何をどうやるんだ？何をどうやってどこに行くのかが全くわからんよね。これ。あ、別に沈むわけではない。これは？何するの？あ、なんか、動かせるね。動かせるのはいいけど、別に下もなんもないし。え、わからねえ。ちょ、とりあえず。はいはい。え、なに？何にもわからんねやけど、どうしたらいいん？これ。あ、一応なんか動いた。え、でも動いたけどさ、これ救えないんだよね。なんで救えんの？これ。わけわからんくない？動かすことはできる、あ、救い上げれた。あ、救い上げれたよ。こういうことじゃない？やっぱり。ちょ、待ってね。これ救い上げて。出せばいいんかな？これ、どっか運ぶってことかな？もしや。あ、この中に入れるんや。なるほど、なるほど。ちょ、待って、一旦。持てる。持てた、持てた。持てたはいいんやけど、これちょっと待って、一旦じゃあもう一回これ置いとくね。置いといて。あ、やっぱ私のしてることは間違っていない。これをすくい上げるんだ。こう、なかなかちゃんと中に入ってくれんってことなんやね。これで、はい、持ち上がった。で、これをこの中に、奥に移動。ああ、あれごと入っちゃったんだけど。待って、あれごと入っちゃったんだけど。え、なんだ、どうすればいいんだ、あれ。どうやって救い出すの、あれ。救いの、あ、これで、隙間から。はい、来い。あ、ちゃんと入っていく、あれ。あ、よかった、よかった。入った。あ、一個ずつなんか進んでいくんや。へえ。え、じゃあこれはまたなんか別の場所に持っていくってことかな。ぽいね。ちょ、待ってね。あ、向こうの方行った、向こうの方行った。これぐらい？あ、違うね。もうちょっと手前かな？これぐらい？違うな。どのあたりなんか全くわからんねえけど。あ、これ。入った。これでさ、多分これもまた別のところにも、え、落ちたよ。落ちたよ。これ多分また別のところにも、あ、何？
なんだあれは。なんかよくわからんけど。ああ、違う違う。よいしょ。これで。あれ、さっきのところはあれだけでよかったんかな。いや、落ちたって。落ちたって。はい。別に3つともすべて移動させんといかんわけではないということか。ああ、頭上に。今の痛いんじゃない？今の痛いんじゃない？ちょっと待ってね。ちょ、一旦あれを救出。はい、救出。そしてまたこれを中に。あれ。ああ！せっかく救ったのに。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。